え、ハンドルネーム日本のサブコンの息子、ドコンジョガールの娘風に呼んでください。えー、前回のディズニー特集を楽しませていただきました。私の母が東京ディズニーランドの内装業者として参加してました。すごいね、こういう内部情報が。えー、本社フロリダの指示した木材では日本の湿気に耐えられないと。変更申し出たら実物大で模型を作らされてアメリカまで送りようやっと OK と。えー、どんな変更も必ず実物の素材やサンプルをアメリカに送らなければならないと苦労したそうです。 ということはそうですけども、本当にお疲れ様です。もうディズニーね、ここら辺厳しいのね、有名なんですよ。あの、実物大の模型を作って送らされるっていうのも内装ですごいよね、と思うんですけども、これはあの別にアメリカ文化じゃないですよ。ディズニー文化なんですね。っていうのは、あの、ディズニー文化っていうのは本国のアメリカでもちょっと変なので有名でですね、例えば、あの、ジャングルクルーズっていうのがありますね。ジャングルクルーズで、ライオンの色が指示した通り出せないと。 東京ディズニーランドのジャングルクルーズですね。で、その中にいるですね、ライオンの色が指定の色と違うというふうなことで、何回も何回もやり直しを重ねたと。本国アメリカからアートディレクターも来て、日本で これ、この塗料だ、この染料だと言って指示してやってもですね、同じ色が出ないというふうなことで、ついにアメリカ側のですね、ディレクターですね、あのー、諦めてですね、本国の塗装資料の方を塗り替えちゃったそうですね。日本の塗装と同じ色で,で、それでなんとか事なきを得たっていうかですね、あのー、まあまあ、そういうふうにして、アメリカ人ですらディズニーの全て本国の指示の指示書通りというやり方にはですね、ちょっと、 これがアメリカと思われてもですね、困るというふうに思っているみたいです。えー、もう一つです、ね。お便りあります、えー。一人でですね、ディズニーランドが楽しめるのはわかるのです。ですが、食事だけは完全に一人ぼっちなのがぼっちなのがバレてしまって恥ずかしいので、ブルーバイユーレストランなどのいい店では食事ができません。岡田さんは一人ディズニーの時は食事はどうなされてますかっていう質問ですけども、あの、 ディズニーランドで食事するときはですね、もうランドリーではカントリーベアジャンボリーの隣のレストランでカレーを食べると。ハウス提供のですね、レストランでカレーを食べるというふうに僕決めてるんですよ。なんでかっていうと、ディズニーランド内の食事って、これもう僕の主観なんですけども、高いけど美味しくないというのが分かりきってるんで、その中でリーズナブルで一番安定して美味しくて、で、おまけにあんまり並ばなくて済むものって言ったら、カントリーベアレストランのカレーしかないだろうって、もう一択なんですけども、 ブルーバーユーレストランはあれはですねあのセットの一部になるのを楽しみに行くところなのでですね別に 家族とかカップルで行くようなもんでもないし逆に言えばカップルとかで行ってなんかこう楽しく喋ったりあとフラッシュ炊いて写真撮ったりする方が台無しなものなのですねあれはなんか黙々と一人で行くので構わないと思うんですけどもあとはあのディズニーシーではですねニューヨークデリでルーベンサンドイッチっていうふうにこれもやっぱ決めてましてですねあのそれ以外はあんまり僕はあの、えー、選ばないようにしてるのでですねディズニーランドの食事であんまストレス感じたことはないです